はいどうもこんにちは、レツです。ということで本日はですね、皆様本日は何曜日でしょうか。そう、この振りがあるということは毎週水曜日恒例のしまぱと活動の日でございます。でね、もう昨日の広告を見てから本日楽しみにしておりました。それはね、俺の好きなものがいっぱい載ってたから。でもその中でも今日は広告の品ばかりよりすぐりの3点をご紹介していきたいと思います。みんなもね、俺が何を買ったか最後まで予想しつつ見てくれたら嬉しいなと思います。毎週水曜日と週末に島パト活動報告やってます。よかったら皆様、島村好きはチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。てことでね、今日買ってきた島袋はこちら。てことで買ってきたのはこちらの袋でございます。なんか最近ちょっとコンパクトめの袋のサイズになってるような気がするんだけど、ちゃんと大きいものも今回ございます。ということでまず一つ目、ということで一つ目はこちら、ドゥドゥ、ケロケロケロピーのハンカチでございます。いや待って、これもう緑好きにはもうたまらないハンカチでしょこれ。で俺はね、いつも一押しがハンギョドン、二押しがクロミちゃん、そして同じ二押しがケロッピーって言ってるんだけど、このケロッピー見て、もう緑感強すぎてさ、可愛すぎん、やばいよね。でこれの名前がミニタオルハンカチ KRGR ケロケロゲロッピー。でお値段がこちら200円の税込み220円になってます。これね、今回の広告の品なんですけど、このケロッピーの他にも、あとはね、ポチャッコのとか、あとポンポンプリンとかいたんだけど、今回ハンギョドンはね、いませんでした。珍しくない？最近結構ハンギョドングッズ増えてきたのに、今回はハンギョドンはいませんでした。でもその分このケロッピーが可愛い。でこのハンカチ表はね、こんな感じになってて、裏がね、こんな感じになってます。裏もなんかちょっと可愛くない？なんかこういうさ、山に描かれてそうなのありそう。で生地もね、これタオル生地系のハンカチになってるし、でもね、そんな厚すぎないし、で俺はね、すごく持ちやすいし、めっちゃ可愛いやつだわこれ、やば。っていうかここにケロケロケロッピーのロゴもついてます。これさ、バッグの中入ってたら絶対可愛すぎるやつ。もう緑でケロッピー好きなら絶対買いでしょこれ。いろいろあったけど俺はケロッピーを今回はダントツおすすめします。ということで、次2個目はこちら。これもね、広告の品なんですけど、今回は広告の柄を買いました。それがこちら、ドゥドゥー、はい、こちらでございます。こちらがポチャッコのポーチ。いやこれさ、マジで可愛すぎん？他にもこれ行った時、シナモンくんとか、あとリトルツインスターズとかなんかいろいろあったんですけど、俺はね、広告見た瞬間、やばい、このポチャッコ可愛いと思って、これをね、買いました。で行った時に他のキャラクターとかのね、柄はいっぱいあったのに、このポチャッコなくて、あれ？もしかしてもう売り切れた？って思ったら、これね、ラスト1個でした。やばいよねこれ、見てほら、可愛すぎんこれ。でまず表がこんな感じで、表だけでもめっちゃ可愛いのに、後ろ見て、後ろがね、ほらこんな感じになってます。いや可愛すぎんこれ。え、普通はさ、だいたい表に大きいキャラクターがいて、後ろはちょっとなんかロゴとかそんな感じなのに、これね、もう全体的にポチャッコ感満載で、後ろもね、デザイン性がすごくてめっちゃ可愛い。あとね、この31感を漂わせてるこのカラーリングがめっちゃ可愛いと思ったら、アイスめっちゃついてるやん、めっちゃ可愛い。で生地はね、これレザー調になってて、お値段はね、こちらなんと300円の税込み330円でございます。めっちゃお得やないこれ。これで330円はヤバすぎる。でこれね、上側にはこんな感じで黒のチャームとジッパーがついております。ってことで本日も開けましょう。オープン。はい、めっちゃスムーズです。もうこれ絶対スムーズなんだよね。でこれね、ファスナーが黒いってことは、だいたいファスナーと中の色一緒って最近ちょっと分かってきたから、黒を予想します。ということで開けていきましょう。中オープン。デリリリリ、ほら黒いと思ったら中に白いのいる。シルカゲーロングブラックバージョン、いただきました、ありがとうございます。で改めて中見てみると、ほらこんな感じになってて、黒でね、大きく使える感じ、特に内ポケットとかもありません。でこれ物入れてみると、このいつもダイソーさんで買ってる毎度おなじみこちらの除菌ティッシュ、これを中に入れて、こちらなんと1個でちょうどいいサイズになりました。まあ、厚みも高さも幅も全部このね、アルコール除菌ティッシュがちょうどいいサイズです。でこのポーチ、これだけじゃありません。実はここにね、値札のタグついてるんだけど、ちょっと待って、タグ可愛いと思ったらバッグと同じ柄、おそろやん。で話は戻り、タグを外すと、ここね、外してみるとね、ほらここなんとかけるタグがついてます。てかさ、本当に島村のサンリオグッズって可愛いよね。で、このサンリオグッズ可愛いなと思って、ちょっとネットでググってたりとか、まあ、視聴者さんからも教えてもらったんだけど、結構ね、ドンキのサンリオグッズも可愛いんだよね。これマジでちょっと要チェックじゃないと思ったので、またドンキに行ける時に行ってサンリオグッズも見てこようと思います。みんなもね、普段ドンキでサンリオグッズ買ってるよとか、今使ってるやつそういえばドンキで買ったなとか言うのあったら、ぜひとも皆様コメントで教えてください。お願いします。ドンキのサンリオへいざ、いつか行く。近いうちに。という
ということで、もう早くも最後なんですけども、最後のメインディッシュです。ってことで、最後の商品はこちらです。最後はね、これ。もうね、どれにしようか迷ったけど、ちょっと秋とか冬を意識してこれにしちゃった。それがこちら、ドゥドゥーン、ラベルかぶってるー。こちらのシーズンリーズンの 2way モコモコバッグでございまーす。見てこのモコモコ感と、このレザー調の高級感。やばいよね。やっぱさ、この時期になってきたら、ファーバッグとか、これモコモコ系とか、結構ね、いろいろ出てくるんだけど、これすごい可愛くない？まあもちろんね、この間紹介したスヌーピーのバッグとかもすごい可愛いんだけど、ちょっとね、キャラクターとかついてない無地の方がいいよって人にはね、これ絶対おすすめできるやつだと思って、これ選びました。で、いったしままろさんは結構まだ在庫残ってて、これの他にもね、このベージュのところが白で、ここのね、茶色が黒だったりとか、他にもね、この 2way の形以外に、ちょっとね、トートっぽいバッグとか、なんか色々あったんですけど、まあ実際実物を見てみて、俺はね、今回はダントツでこれかなって思いました。まあもちろんね、他のも可愛いし、色々いいなって思ったんだけど、俺的にはね、なんかね、すごいこれがね、可愛くてオシャレでいいなと思ってね、すぐ手に取っちゃったんだけど、まあ、一瞬他のは迷ったよね。でもまあ俺はこれかなって感じ。で、このバッグの名前が SR ボアミニ 2way ってやつで、お値段1290円の税込み1419円でございます。結構バッグ的にリーズナブルだよね、これ。お値段的にでも高見えは間違いない。で、これね、さっきも言ったんですけど、こちらシーズンリーズンのバッグでございます。新作バッグで、これちょっとね、見づらいのでちょっとラベル外しましょう。で、ラベル外してみて、表がこんな感じで、裏がね、こんな感じになってます。で、横はこんな感じになって、そこはこんな感じ。で、この表の部分には、さっきも言ったんだけど、レザー調のね、この外ポケットがついてて、ここにはね、ほら見て、シーズンリーズのね、タグロゴがついてる。めっちゃオシャレじゃないこれ。こういうタグって、なんか気にしない人もいるけど、俺はね、絶対必要だと思うんだよね。あと持ってて、このモフモフ感のこの生地、マジでやばい。めっちゃ気持ちいい。マジで触った感じ、毛布や。で、この外ポケットは、この iPhone XR を縦に入れて、ほら、こんな感じでーす。なので、入るけど、ちょっとね、上に出ちゃう感じだよね。まあ、iPhone mini とか、あとちょっとしたら3個100円ぐらいの除菌ティッシュだったら入りそう。あとは今だったらダイソーさんで売ってる紙石鹸とかもあるかも。で、上側行くと、このね、表のレザー状と同じ素材の、こちら、こんな感じで持ち手がついてて、まあ、幅はだいたい2センチぐらいですごい持ちやすいようになってる。これもレザー状でしっかりしてるし。で、あとはさっきから見えてる、あとはね、ここの周りのパイピングがね、全部ね、レザー調になってます。ここもすごい高めポイント。まあ、こういうね、ちょっと柔らかい素材って、ちょっとふにゃふにゃしちゃいがちだったりするんだけど、こういうね、パイピングとかですごいしっかりしてて、持ち手もしっかりしてるから、安定感とかすごいね。で、ほら、何も入れてなくても、ほら、ちゃんと自立します。で、上にも見えてるんだけど、ここにね、ほら、こんな感じで、ショルダーがついてる。ショルダーがついてるんだけど、これは、あ、取り外しとかはね、ここほら、こんな感じで、結び目になってて、これでね、取り外しするみたい。まあ、とにかくね、ちょっと先にじゃあ今日はショルダー見てみましょう。ここちょっと外すね。で、外したら、あ、ショルダー結構ほら、長めの感じになってて、このショルダー自体はね、ちょっとね、長丸みたいな感じの形になってます。だいたい幅は1センチぐらい。これだとかけても、あ、めっちゃ楽なやつ。ただちょっと滑りやすいかもしれないから、アウターとか羽織って、ちょっとコートとか、そういうのが合うかもしれないね。で、メインのところは、ほら、こんな感じでマグネットボタンがついてて、こちらほら、しっかりとホールドされてます。ってことで、改めまして中見ていきましょう。では、こちら、オープン！リリリリリー！俺からは見えない！お、結構広いね、これ。ほら、こんな感じ、すごくない？なんかちょっと、ボックス型っぽく使えて、すごいね、使いやすさは使いやすそう。で、メインのとこは、まずここの大きなメインのところと、ここにね、ちょっと見えづらいんだけど、内ポケットが2個あって、反対側のところに、みんな見えるかな？ジッパーの内ポケットがついてまーす。はい、ということでこちら中入れてみました。中入れてみたら、ほら、こんな感じで、まあ、さっきの除菌ティッシュの大きいやつ、これも普通に入っちゃうし、このね、長財布、このちょっと大きめの長財布でも普通に入っちゃう。で、あとはね、これ、キャンドゥさんで買ったポーチ入れて、こっちのファスナーの中にはスマホ iPhone XR。で、この反対側には、スヌーピーのミニ財布入れて、もう片方のね、こっちの細い方には、このね、メンズ用のクリーム入れました。日焼け止めとかハンドクリーム入れるのにね、本当に便利だと思います。これめっちゃ雪やん。っていうか、これだったらさ、この 500ml も入りそう。ちょっと入れてみよう。あ、入れたら全然余裕で入る。ていうか、これ縦にしてみても、あ、これ真ん中がさ、マグネットだから、ほら、閉めてもちゃんと縦でも入ります。もちろんさっきのこのものを入れた状態でも、これで、ちゃんと閉まります。ただこれでいっぱいに入れたって感じだから、これでね、本当に限界量です。
で、バッグ限界に物を入れてみても、ほら、全然そんなにね、形とかも崩れてないし、底とかもね、ほら、めっちゃ安定してる。ふわもこバッグとかね、ちょっとチャレンジしてみようかなっていう人には、ほんと、おすすめだと思います。はい、ということで、本日は毎週水曜日の島本活動報告でございました。本当に今回は全部広告掲載商品だったんですけど、もうシーズンリーズンのバッグの新作もすごいクオリティ高くて、やっぱりね、島村さんのサンリオグッズめちゃめちゃ可愛いなって思います。他にもね、いろんなキャラクターがいたので、推しキャラを探してみるのもいいかもしれません。みんなの島パト活動報告もぜひともコメント欄にてお待ちしております。こちらの動画に高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、公式 LINE、LINE LIVE もやっています。よかったらそちらの追加とフォローもよろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。今日も最後まで見てくれて本当にみんなありがとう。ではバイバイ。僕はそこで見てるか、どこにも行ったりしないよ。ためには